ハワイに到着しました。いやー長かったですね。6時間半で、僕たちは個人手配なので、これからタクシーかシャトルバスを使って、ホテルまで行くんですけど、まあ行き方というか、まあ、初めての方のためにね、出ても全くタクシーとかシャトルバスはどこに行っていいか分かんない方もいると思うので、まあ、出てどういった感じで動けばいいかっていうのをちょっと動画で撮っていこうかなと思います。で、個人手配なので税関申告書、税関抜けたら2番の方の出口から出ると、今この動画で撮ってる場所に出ることができます。間違ってね、1番の方出ちゃうとツアーの出口になるので、それは気をつけてほしいんですけど、でシャトルバス乗るんであれば、今の目の前に映ってる黄色の派手なアロハを着たお姉さん2人組ですね、多分この人にシャトル乗りたいんだけどって言えば案内してくれると思います。彼女たちも商売なので喜んでチケット売ってくれると思うんですけど、で場所としてはシャトル乗るんであれば出口を出て右ですね、右道路とか一切渡らずに、もう2番が出たら右に曲がってちょっとまっすぐ行けばシャトルの乗り場があります。この黄色い看板がそうですね。これがシャトルの乗り場券、まあ、チケットもここで買うことができます。シャトル乗る人はここでチケット買って、そこの辺の今緑のバスの止まっているところの後ろで待ってると、シャトルバスが来るんで、そこに乗ってホテルまで連れてくれる。で、切符はさっき言った通り黄色のアロハのお姉さんに声かければ喜んで売ってくれると思います。アピールしますね、僕に。僕は買わないです。なのでシャトルバスを利用する人は2番の出口を出て外に出たらすぐ右を向いてまっすぐ歩くと、そうするとさっきのような看板があって、で黄色のなんていうんですか、派手なアロハを着たお姉さんがものすごくアピールしてくるんで、シャトルこっちだよって言ってお兄さん乗るみたいな感じでアピールしてくるんで、じゃあ乗るよって言えばチケットをそこまで発行してくれるんですけど、注意点としては帰りのチケットもうまいこと買わされる可能性があるので、帰りのチケットがいらない人ははっきりと断った方がいいです。帰りのチケットはいらないと、ワンウェイオンリープリーズという感じで言わないと、帰りはいつ帰るのっていうふうに聞かれるんですね。彼女たちも帰りのチケット売りたいので、でいついつだよって安易に答えてしまうと、じゃあ帰りのチケットもいるみたいな感じで、なんとなくなし崩し的に売ってくるので、まあそういうことがあるので気をつけた方がいいですね。いうんで、まあ一度おさらいすると、2番の出口から出たらもうすぐ右に曲がると、でおよそ20メートルぐらい行くと黄色い看板があるという状態ですね。シャトル乗り場があると。でタクシーで行かれる方はですね、僕らもタクシーで行くんですけど、まあ、タクシーっていう一応矢印が出てるんですけど、タクシー乗る場合は1個横断歩道を渡って右ですね。まあ、この目の前の横断歩道を渡って右をまっすぐ行けばタクシー乗り場があります。で僕たちはタクシーで行くので、今からタクシーに乗って行きたいと思います。じゃあ今からタクシー乗り場に向かいます。
まあ余談なんですけど、空港にある電話機っていうのが、昔はコインも使えたんですけど、これコイン返したみたいな、なんか今はクレジットカードしか使えないみたいで、ものすごく不便でしたね。でクレジットカードも意外と使い方がよくわかんないし、ついていきなりちょっと焦りましたね。横断歩道渡ってすぐ右ですよ。この真ん中の道を行きます。でなんか途中でタクシーとか声かけられるんですけど、あんまり途中のタクシーは乗らない方がいいかもしれないですね。ちゃんとタクシー乗り場から乗った方が、ちゃんとした正規のタクシーっていうか、乗り入れが許可されてるタクシーだと思うんで、声かけられても安易に乗らない方がいいような気はします。タクシースタンドにはタクシーを振り分けを仕切ってるお姉さんとかおばちゃんとかおじちゃんがいるので、そのおじちゃんやらおばちゃん仕切ってる人に行き先を告げます。うんちゃんには行き先は告げません。そうやって間に1枚かまして乗った方がより安全かな。あそこの黄色のおシャツの人が仕切ってる人かな。Where are you going? Yeah, Viking Banya. Where are you going? Viking Banya, please. Huh? Viking Banya. Okay. Banya, Banya. Banya. Hmm.タクシーのお姉さんにもらえる、仕切ってるお姉さんにもらえるこの、ああシートベルト、ああセンキュー、シートベルトしろと言われました。厳しいんだな。ああ本当、一応シートベルトしろと。でこのさっきもらった紙なんですけど、この紙何かっていうと、この今乗せてもらったタクシーの車番ですね。でこれはなんちゅうか、なんか問題があったときに、後で問い合わせするときに必要な番号なので、例えば車の中にお専門車だとか、あとはまあタクシーのうんちゃんが法外な金額を請求してきたとか、なんかトラブったとかっていうときに、この番号で脅せば、脅せばっていうか問い合わせれば対応してくれる番号なので、特に何もなければこれはもう捨ててしまって構わない紙ですね。なんかそういうことですね。ああやっと着いたな。そこだけ切ってください。10、今からホテルに行って、だいたい10時半ぐらいかな。タクシー料金はだいたい込みで50ぐらいになるかな。結構高いんですよね、タクシー代って。で本来だったらチャーリーズタクシーを手配した方が安上がりなんですけど、定額なんでね、チャーリーズは。まあ、なんかいつもめんどくさいんで、普通にタクシー乗っちゃう、空港から。ということで、ハワイ着きましたよ。管理会社の人と
て部屋に入ると。結構混んでますね。